さあ、チャンピオンズミーティングアクエリアス杯グレードリーグ決勝ラウンドグループ A やっていきます。毎度ながらね、3勝でなんとかギリギリ決勝まで来れたわけなんですけれども、毎度毎度チャンピオンズミーティングでは私3着に終わってるんですよね。なので、どうにかこうにか、もちろんね優勝はしたいんですけれども、2着以上になりたいですね。はい、それではうちのメンバーを紹介したいと思います。一人目はこの子、待機シャトルでございます。待機シャトル結構先行とかで採用してる方はいると思うんですけれども、うちでは逃げでの採用になっております。で、待機の役割としては、そうですね、他の逃げの馬娘たちを抑えつつ、スピードイーターで手バフをかけるサポート役になっています。予選とか、そう、ルムマとかで走ってるとね、やっぱ逃げの馬娘たちにもうそのまま逃げ切られるっていう場面が結構あったんですよね。水着丸善姉さんとか、あとはチョコブルボンとか、あそこら辺に。なので、そこをまず潰さないといけないですね。もちろんね、差しの馬娘たちが後ろから追いかけてくるのも脅威ではあるんですけれども、自分の中で一番の脅威と感じてるのはやはり逃げの馬娘たち。なので、待機にはそれを潰してもらうっていう役割ですね。なんとか序盤で前に出てもらって、スピードイーターでデバフをかけて、であとは他の逃げ馬娘たちは多分あのセイユンスカイの固有スキルアングリングスキーミングを持ってるはずなので、その発動を潰したいっていうので、結構重要なサポート位置になっております。でかつ、あわよくば一着も狙えたらいいなっていうステータス仕上がりとスキル構成でございます。2人目はこの子、オグリキャップでございます。大輝とオグリはですね、決勝メンバーのエントリー期間中に完成したので、予選中の勝率はないんですよね。なので多分横の方にあの予選で使ってたオグリの勝率が出てると思うんですけども、その時はあの先行のオグリを使ってたんですね。先行タイプで使ってたんですが、やっぱりちょっと物足りない部分があったなと思ったので、差しの方で育成し直して、ぶつけ本番に出てもらいます。ちょっと不安は残るんですけれどね。で、そうですね、問題なのはやはりあのアナボリックがないっていうのと、あとは終盤の加速スキルが乗り換え上手のみと、終盤のスキルが末脚のみということで、終盤がやはり重要なこのレースにおいてね、なかなかスキル面でもちょっと物足りない部分はあるんですけれども、いかんせん勝利の鼓動は結構強い部類に入れると思ってるので、そこに期待ってとこですね。そしてラスト3人目はアグネスデジタルでございます。予選からずっと走ってきて待ってる子ですね。そうですね、やはりこちらも懸念点としてはスキルと、あと賢さになりますがね、賢さがちょっと低いのでコース取りをミスってしまうと、もうその時点でドボンで、スキルに関しても、加速スキルもあんまりないので、そうですね、最終直線に入ったあたりで狙うは最前列と固有スキルの両方が、できるだけ早く発動してくれれば、価値が見えてきます。で、勝率もね、まあ、16.7% ということで、まあ高いわけではないんですけれども、ゼロでもないのでね、この6回に1回に1着を取ってきてるこの確率を今回のレースでも出してくれればと思います。それではパドックの方へ参りましょう。さて、パドックの方にやってきたんですけれども、うちのオグリ5番人気ということで、伏兵の発動圏内に入っております。これは期待ができます。そして他のトレーナーさんのところを見てみると、注目はこのスマートファルコンですかね。マイルエースにもなってて、ステータスも仕上がってる。で、怖いのこれだね、一匹狼ちゃんと入れてきてるね。これは盲点だった。他に一匹狼お茶いなかったんで、しっかり発動しますね。で、金スキルもしっかり持ってて、これは戦闘争いが怖いところで、今回作戦の内訳、逃げ4人、先行1人、そして差しが4人ということで、逃げが4人もいるのがなかなか厳しいですね。待機の仕事がめちゃくちゃ重要になってきます。よし、それではレースの方に参りましょう。頂に立つのはどの馬娘か。アクエリアス杯決勝、一番人気はもちろんこの子、三冠馬娘ミホノブルボン。さあ、待機シャトル、お前の仕事が待ってるぞ。天皇賞馬娘7番アグネスで頼むぜ。ここまで無敗、2大マイル戦覇者待機シャトル3番人気です。実力は間違いなく上位です。内枠っていうのは嬉しいね。各馬娘ゲートに入って、さあ、まずは戦闘争いからです。逃げたちの準備、うわ、この後ろの2人で遅れたか。いや、早い。
スマートファルコンとミホノブルボン、この2人が競り合っていると。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのがミホノブルボン。オッケー、待機シャトルここでどうにか前に出てほしいな。激しい先行争い、待機シャトル3番で、サシの方のはそうだな、デジタンが結構いい位置にいる。であとはオグリが上に来てくれれば、待機シャトルはこれちょっと厳しそうだな。スピードイーター入ってしまう。はいや、やっぱこの逃げの2人が速い。いやでもデジタンがいい位置に来てるな。待機シャトルこれはダメだ。あとはデジタンとオグリにかかってる。デジタンはいい位置にいる。逃げの2人が速い。いやダメだ、デジタンもダメだ、マジか。くっそ。待機ダメだったか。これうちら下位3位じゃないかな。うーわマジでな、嘘、いけると思ったのに。くっそ。はい、ということで今回も3位でした。いけると思ったんだけどね、なんでかな、レース見直してみたらあれだな、敗因は、2人がまず出遅れたのと、それでポジション争いが、あ、でも、どうなんだろう、中盤前とかに出てたから、そんなに関係はないのかな。っていうのと、あとは、そうだね、スキルの発動タイミングが完全に遅れてた。デジタンは固有の、最前列の発動と固有の発動がもう終盤の終盤らへんだったし、小栗の乗り換え上手も、最終直線入ってしばらくしてからの発動だったから、そこからスピードに乗り切れずに、あとはブロックかかってたね完全に。そっか。で待機シャトル先頭争い完全勝てなかったね。やっぱ月焼き場では無理でした。はい、ということで、報酬もらって終わりたいと思います。あーマジで万年3位から逃れられん。そしてね、あともう少ししたら、1周年記念が来るので、で、待望のね、北三ブラックがとうとう実装ということで、今週の土曜日に、ガチャ配信をすると思いますので、よかったらそちら見に来てください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画配信でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。